話だよ。わしの拳がうなるで。いってらっしゃい。顔にぬいぐるみが飛んできましたよ。ごめんね、よさくらちゃん。あははじゃありません。部屋中がぬいぐるみだらけでめちゃくちゃです。こんなに散らかして誰が片付けると思っているんですか。散らかしてないもん。まだ遊ぶから置いてあるだけだもん。なんてへりくつを。言うこと聞かないとお尻ペンペンですよ。じゃあ後でやる。いつもそう言ってやらないくせに。片付けるのは結局わしなんだから。夜桜ちゃんは優しいからな。これは少し厳しくしつけた方がいいみたいですね。みのり、力ずくでも片付けをしてもらいます。夜桜、鎮魂な夢に沈みましょう。みのり、遊びに行ってきます。いざ鎮魂な夢に舞い散私の言うことは聞きますね。分かったよ。お片付けするよ。よしよし、みのりは偉い子ですね。本当？みのり偉い子？ええ。はーい、じゃあお片付け頑張っちゃおう。まずはお姫様をみのりのおもちゃ箱に入れて。うん。どうしたの？これは行方不明になってた牛さんだ。こんなところにあったんだ。牛さん、もうもうチッチから牛乳ピュッピュッピュッ。またおままごとが始まった。
牛さん、もうもう、チッチから牛乳ピューピューピュー。はぁ、まったくしょうがない子ね。みのり、ちょっとお外で遊んできなさい。片付けはわしがやっておくから。わかった、夜桜ちゃん、ありがとね。もう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 。でもわしは負けない。いつかはちゃんとみのりをしつけてみせる。本当にありがたい評価じゃ。日頃の修行の成果じゃ。新しい技を思いついたんじゃ。おかえりなさい。おかえり。おかえり。おかえり。